簡単キッチンクッキングということで、はいはい、初ですかこれ。初ですね。初ですね。初ですね。はいはい。これはどういうことかというと、まあ、うちの、スタッフが、はいはい、まあ、梅を使った美味しい料理を、うんうん、はい、まあ、めちゃくちゃ簡単にできるようなものを、いいですね、皆様に、ぜひやっていただければなっていうようなものを作っております、うん、やっぱりもう簡単でないとね、やっぱりすぐできるものがいいですよね。な、はい、もうほんまに包丁いらずみたいな形がね、はい、もう簡単にすぐパパパってできるのが一番いいですよね、はい、で包丁使った、うん、今日は何が出てくるのか楽しみやね、はいはい、何出てくるんやろう、ね、回っちゃいますそこに漁港あるんですね、うん、そこの漁港でおっちゃんが漁師の方がくれまして、うんうん、でその味をですね、誰ナンシーじゃないよね、誰だったっけ、ステファニー、ステファニー、そう、ステファニーに、お前がそう、ごめんなさいね、あの皆さん、ステファニーっていうのはしんちゃんが決めたあだ名でございます。ステファニーさんっていう方がいらっしゃいまして、 その人が、に作ってもらったんやろ。そう、うん、その味を渡したら何ができるかなっていう形で作ってもらったよな、はい、ちゃんと覚えときや。何やったっけ今ちょっと一生思ったんです。ごめんなさい、はい、自分で命名したので、はい、で今日はその味がどういう風に、はい、梅とマッチしてコラボして出来上がってるのかが楽しみですよね。はい、はい、もう待ち遠しいです。ではみんなで、はい、キャサリンをせーので呼びましょうか。了解です、はい、せーの、キャサリン。毎度毎度ってコテコテやな。帰国市場ちゃうの。いや帰国市場やけど、まあ今こっちにおる境長いから、はい、今日はアジと言ったら何が出てくると思う。アジフライ。ケチャ、のり弁。乗ってるやつアジフライやろ。そうそう俺の言うたやつちょろっと変えただけやろ。アジフライって言ってた、あ、のり弁やと思って。そう、アジフライから言ってるやん。これ何入ってるんですか。アジと、アジと大葉、味噌と、はい、お酒と、はい、梅、梅も入ってるねんて、これ生姜も入ってるねんて。でも梅もいっぱい入ってくれないです。梅も入ってる。ほんまは梅が入ってないけど、あ、そうですね、なめろうってそんな、うん、梅ってそんな入れませんよね。そうです ね、おいしそう、はい、どうぞ。ありがとう、はい、はい、ありがとう。僕ちょっとだけにしとくな。食に若干食に対して怖いとか。嘘、めっちゃ食べてくださいよ。もうちょっと食べれるねんけど、食べれるねんけど、生物っていうのがいまいち。そこですか。ダメ、ごめん、ね、ダメではないんやけど、はい、こうはい、避けて避けてきた道やね。まあでも大年、これは全然大丈夫です、はい、いただきます。いただきます。もう一口でいきたいと思います、はい、うん、うん、ちゅう。あ、梅の味も効いてて美味しい。梅が入ってるからちょっと臭み取れてるから、そう、お魚嫌いだっても食べれるかな、うん、だから入れたらいけた、これ入れた
でしょ、うん、だからそうっす、魚介類無理ですもんね。魚介類無理ではないけども、まあまあ若干避けてきた道なんだけど食べやすいですし、あと何やったっけ今、あ、言うの忘れた。何すごいいいこと言おうと。何、いいコメントも飛んでた飛んでた飛んでたんかい。違います、あのこれからの季節ね、暑くなってくるじゃないですか、うん、暖かくなるな、はい、食欲なくなった時にこういうさっぱりしたもんってものすごく食べやすいと思う。ナイスなコメントやんけ、お前それ飛んでたんだよかった、帰ってきてありがとうございます。なめろうちゃんでした。今日はこれぐらいですか。今日はこれだけです。ありがとうございます、はい、でも良かったですね、こういう風にあの味もなんかお味噌とか入れて食べやすくしてくれたら、あのたけちゃんでも食べやすくなる。そう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 、食べやすい。あ、ちょっと忘れてたんやけども、はい、スペシャルでもう一つ、もう一品あります。もう一品ある。お腹いけますか。大丈夫です。大丈夫です、いけます。じゃあ、だーん、なんやと。これアジちゃん。アジ、はい、それまだアジ何もついてないんで、はい、で、それに、あ、すごい、これ、はい、え、オリーブオイルと梅。梅、あ、ほんまや、で、すごい洋風の何になる、うん、ドレッシングかけたら、あれやんけ、ん、なんとかっちょっちゅうやつや何っちょやった。え、カルパッチョ。カルパッチョよ、そのカルパッチョパッチョパッチョ、カルパッチョ何っちょやったっけな、どあれはどこの国のあれ。カルパッチョ、あ、イタリア、イタリアですね。おー、イタリアと、はい、はい、はい、これは和風何っちょ。何っちょよ、和風の何っちょ、これみちょぱ。ポン酢と、はい、梅。ポン酢と梅、あ、まあ、ポン酢と梅、どちら和風だれ、和風と、なんだったっけ、オリーブオイル。そうそう、おー、はい、ということはこれ日本対イタリア。そう、洋風か和風か、日本対イタリア。じゃあちょっと高めにかが、おしゃれ、うん、そうそうそう、オリーブしか出ない分離してるな結構。これおしんちゃん、なんかあのモコミチさんみたいな、ね、やば、モコズキッチン、モコミチさん、しんちゃんズキッチン、しんちゃんズキッチン、やってみてくれるかな、料理全然できんけどしんちゃんズキッチン、そっちな、そっちだけだよね、絵で全然、ちょっと梅入れてあげて、梅梅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 全然かかって、ちょっとイタリアンいただきます。はい、はい、おぉ、すっげえなんかイタリアの風が吹き抜けたすーげえ怖い、なんかすごいかっこいいこと言った、かっこいいやろめっちゃ口の中にイタリアの風が吹き抜けたイタリアあっかん、もう頭から何やねん風が吹き抜けた、うん、そうそれだけかいちょっとあの和風もいこう、うん、和風もチャレンジ和風もいきましょう和風の方が美味しいかも。美味しいな、うん、和風の方が美味しいわ、うん、和風の方が美味しい。どうなった口の中、イタリアの風が、なんでやねん和風や言うとんのに、お前イタリア吹いとんのか日本の風が吹けなんでイタリア吹くねんカルパッチョと、ナメローです。あ、それナメローとカルパッチョ、カルパッチョ風でいいんだよかな。はい、ありがとうございます、はい、どれが一番美味しかったですか。タケちゃん的にはね、このジャパニーズと同じぐらいでなめろ、これでも王道ですよ和風。やっぱり、うん、わてら日本人なの、やっぱ日本人です ねあのイタリアの風吹き抜けたらと思ったけど日本人やろやっぱり、うん、ちょっとそれは無理かな、そうやっぱり日本人、これうまいわ、美味しいなあ、いける、はい、まあこれはもうたけちゃんしんちゃん2人ともこのジャパンです、はい、美味しかったです。やっぱりそうなんですか、あのやっぱ梅とも合いますね。合う、うん、本当に合うだもんね、うん、そうやっぱ合うのよ、はい、うん、またご家庭でですね、ぜひ、簡単にできるものなので、はい、試してみていただければなと思います、はい、では、梅チューブ簡単キッチンクッキングでした。ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。